家の中じゃ無理。マジか、はい、ということはジムでやった方がいいか。鱗は取ってます。あ、マジで、はい、鱗とか、はい、それでは本日も始まりました、アンディクッキングのお時間です。今日はね、どこにでも売ってある、メダイ1メーターぐらいのメダイ、どこでも売ってますねこれ。じゃあこのメダイで一発お願いしようかなと思います。で、今撮影してくれてる山内船長が披露しているこれどこの海を、海海地上海日本海です。日本海行きますか。タラタッ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 
ねんな。はい。これです。メダイ。でか。目が大きいね。でかいですね。まず魚は、あ、生きてる生きてる生きてた生きてた。これ魚おろすぎや、ここまでの状態、この鱗取って内臓取って血合い取るところまで、この状態水洗いって言います。これも水洗いの状態の。で、こっから先は身に切り分けていくから、またも水を濡れるは濡れるほど鮮度が落ちていくから、美味しくなくなっていくから、しっかりこの状態になったら、水洗いの状態までいったら、しっかりこの水気を取ってやるって、これ大事やね。よし、しっかり水気を取ってやりましょう。よし、エラ大変やったよこいつ。はい、エラに歯みたいなのついてたよ。はい、もうめっちゃ大変やったっす。とにかく全部大変やったっす。メダイは内臓がちょっとどうしようね。じゃあ割っていこうか。こいつは右はでもどこ食べても美味しいから、はい、で頭とギリギリのところを残すっていう。でこの水気を取るために使ったこのペーパー、これにもしっかりだしが染み込んでるから、これはあの味噌汁あらびるとか、はい、あとこれをしっかり乾燥させて、あの炭火で炙って食べたりとか、美味しいです。しっかり染み込んでるからね。魚の水気取るときはこの鱗がこう向きになるから、こうやるとこの中に水分が溜まってるから、鱗の向き、魚の上にこう水気を取ってから、鱗の向きというか魚のそのまあ体の構造の話やけど、全然ちゃうから。 OK、 じゃあここに水気取れたら完全に乾くさ、あとドライヤーで乾かします。バリバリなるね。バリバリなった。美味しいとこ全部取っていくね。じゃあ この頭のこの部分から、頭のこの部分からこのエラのここを通って、この下にこうエラがあるけど、ここは大体この辺、ここまでこうこう言います。まずは頭から、よっ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 、はい、でこう見てもらったら分かるように、今もう骨分かる、はい、骨頭、骨でつながった状態、ここまで一発落としてみます。はい、で次裏ね。で今のと同じ、反対と同じ向きで、ね、
頭から。見れるかな、これ。で今もう骨だけで繋がった状態だけど、まあ、骨はこう、あれ、こう、こう、こう、あ、骨っていうのはこう、こう繋がってるんだけど、はい、これとこれの間は軟骨で繋がってるんだけど、ここの間に包丁入れると落としやすいです。綺麗に落とせます。しっかりそれ見抜いてから、まあちょっとこれな、落としやすいって言っても、まあ硬いからな、骨は。はい、こんな感じ。ほら、割れる。しっかりこれ落とすと、はい、で、この兜も美味しいから、兜もちょっと、割りましょうか。よっ、で、兜割ります。ここも美味しいからね、これ耳ちつまってる、ここも。はい、はい、これでも原付乗る時のヘルメットにいいからね。原付乗る時な、これちょうどいいかもしれんな。ちょうどいいですか。はい、このサイズの目台やったらヘルメットにちょうどいいね。はい、はい、それで終わります。力が出す。これ多少力いるからな、そのサブの時は。よいしょ。一日さえ入れば。はい。そんな難しくない。はい、頭開きます。はい、この状態です。このままあの兜の粗にこういうのも食べれるし。はい。せいか、このまま兜の。この合わせ含めできるし、いいかぶと OK です。じゃあ、かぶと終わりました。次はで3枚におろしていきます。ちょっと頭ちょっと落ちてるわ。はい、お、うん、あ、油乗ってる。あ、芳醇でスモーキー。うん、おいしいよ。あ、でもおいしい、濃厚。へえ。めっちゃおいしい。醤油とかいらないですか。俺はつけへんな。へえ、うん。醤油つけたら魚失礼よ。そうっすかね。よし、やりましょうか。おいしい、うん、めっちゃ味濃い。へえ。魚じゃないみたい。魚っすね。すごい。おいしいわ。あ、濃いな、味が。すごいな。あれ似てるわ。うまい棒のコンポタージュ。ほんまっすか。ちょ、僕も食べたことないんで。あ、コンポタージュ。いや、じゃあ、メダイです。あ、はい、マジ美味しい。ちょっとね、開いて刺身でもちょっとしてみようか。はい、それじゃあ3枚におろすときは、まあ基本は腹、背、背、腹って言われてるんだけど、これはもうこっちの背からいきます。背からで終わりです。まず背、ここ縦で入れるんやけど、まずは身まで一気にいこうと思うんじゃなくて、まず一発目しっかり触って、骨のここ、尻尾のここから皮を1枚切る感じで、こう皮だけで、この時にしっかりこの骨
骨に当たってるもん確認しながら行くと、あの無駄な身をそがないで済みます。しっかり骨に沿って、骨に当てながら、はい、こんな感じ、はい、はい、まず背ね。で、この背をさらにもう一丁背骨、背脊髄のところまで何度か頭髪を通します。めっちゃ切れるね、もうこれ柔らかいわ、身が。もうこうちょっと、ちょっと一撃通しそこないから、はい、骨の下行ってたら、もう一丁、はい、骨に沿って見える、骨に沿ったら、はい、骨のところ、骨な、はい、骨に沿って骨に沿って入れていきます。骨に沿って、よっよっよっ、 OK です。こんな感じです。一時期もこんな感じな、はい、通します。もうちょっと通しとくか、はい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 、 OK、 ほら、はい、こんな感じ。はい、次は、背、腹、腹、背でいきます。次は腹ね。よし、こっちはそんな難しくない。今行った骨に沿って、これね、こんな感じで入れていきます。お、生きてる？生きてる？生きてる？はい、死んでます。はい。よっ。はい。で、ここもしっかり骨に沿って、まあ、向こうから空洞もできていくから、はい、だいぶ楽。背中だけしっかり入れておきゃ。これを鼻から言ってしまうと結構難しくて、ガイドラインっていうのは目印っていうのも慣れてないと分かれへんから、はい、背中から言うと俺は楽やね。食べてみる、はい、醤油なしで船長、山下食べてみます、はい、醤油欲しいっすじゃあ、このように背、腹分離してるので、はい、ここで、はい、落とします。はい、こういう感じ。ああ、よいしょ。じゃあ次は反対に右行きます。さっき入れとくかな、倍ぐらいで背中から行きます。俺こっちは聞いてるから、こう入れると方じゃなくて、はい、骨に沿って、骨に沿って、皮をすぐ切る感じ。ちょっと入れやすいの入れたけど、このまま骨に当てながら、当てながら、よいしょ、よいしょ。はい、次の腹いきます。よっと、はい、まあ、こんな感じね。あ、ミスった。まず皮を裂いていきます。皮を切った後から歯を入れて、すごいな。はい。おっつ、何これ。よっ。なんか知らん骨がある。とりあえず、右行きます。よっ、やった。行けました。はい、表裏。お。出ました。この見たことないな、とこに。腹骨やな、めちゃくちゃでかいね。はい。うん。深海魚ならではというか、ここの縁のこの脂のとこすごいな。はい、
ちょっとさばいてるところは一人だったんで取れなかったんで、薄造りにして葉も、ブリしゃぶみたいに大しゃぶやってポン酢で食べます。